皆さん、こんにちは。あかりんこと吉田あかりでーす。はい、というわけで今日はですね、じゃーん!出るみんなこれ、ランコムから出てるマットシェイカー、4色買ってきたのでレビューしたいと思いまーす。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画、スタートでーす。はい、というわけで雑誌とかでもたくさん取り上げられていました。こちらのランコムのマットシェイカーをレビューしていきたいと思います。まずは商品のちょっと紹介していきますね。なんか以前、ランコムからこちらの、このジューシーシャカシャカシェイカー?じゃあわ。何やシャカシャカシェイカージューシーシェイカーってこちらのね、ランコムから出てた、やつがあるんですけれども、こっちは、こう、潤う感じになるんですけど、今回出てるこれはですね、マットタイプになります。で、ボトルのね、この中ではリキッドになってるんですけれども、唇に置いてから2分でマットになるって言った商品でございます。で、こちらティントではないんですけど、長時間カラーが持つって言った、すごく色持ちがいい商品ですね。で、私はね、空港の免税店で買ったから、2800円ぐらいで買えたんですけど、本当は多分3000円ちょっとするのかな。はい、というわけで早速レビューしていきたいと思います。ちょっと全部色出したいのでしっかり振りたいと思います。なんか最初カチャカチャ言わないけど、どんどん振っていくと言いますね。はーい、こんな感じなんですけど、開けるとじゃーん、こんな感じで色がついて、かき氷みたい、かわいいね。では早速色味の方を見ていきたいと思います。今回私が買ってきたのはこちらの4色になります。まず272番のちょっとコーラルっぽい薄い感じのピンクになってます。で、374番のちょっとレッドっぽいカラー、378番の赤ピンクみたいな色です。で、最後379番のもう完全ビビッドなピンクを買いました。じゃあ早速全色手の甲に出していきたいと思います。はい、全色出してみました。はい、上から272番、374番、378番、379番となってます。すっごい発色いいですね。で、今見てもらうと分かるように、これまだ塗ってすぐなので、すごいツヤ感があってマットっていう感じは全然しません。じゃあ早速唇の方に塗っていきましょうか。というわけで今ついてる唇にオフします。じゃあまず一番上の272番のこのカラー塗っていきたいと思います。この272番が一番人気のカラーで、結構売り切れてる店舗とかもあるみたいですよ。なんかココナッツみたいないい匂いがする。はい、272番のカラーはこんな感じです。なんか結構こう、大人っぽい感じのカラーですね。テクスチャーとしては、こうマットなのにこう、もそもそしてない感じ。なんかマットのリップってこうなんか、もそってする感じあるじゃないですか。あれが全くなくて、でもなんか時間経ってもこう乾燥してくる感じじゃなくて、潤いが保たれたまんまマットになる感じがして、ポイント高いっていう風に思います。じゃあ続いて374番塗っていきます。はい、374番塗れました。すごい鮮やかなレッドでめちゃくちゃ発色がいいですね。じゃあ続いて行ってみましょう。378番。こちらのカラー塗っていきます。このカラーは私絶対好きな色やと思うねんな。はい、378番。こんなカラーになってまーす。なんか思ってたより、ここで見るカラーより結構ビビッドに発色されました。うん、すごい可愛いカラーですね。379番塗っていきまーす。これがね、結構一番青みピンクって感じがしますよね。はい、379番こんな感じのカラーです。こっちもね、結構ビビッドだけど、さっきよりも青みが強いような感じがしますね。だけど、さっきのやつよりも私馴染んでるかなっていう感じがするけど、どうなんだろう。じゃあ最後4色比較してみるとこんな感じです。どう?皆さんどれが好きでした?やっぱこの一番人気の272番はやっぱ肌馴染みが良くて、全体に塗ってもこうあんまり浮いてくる感じはないけど、他のこっちの3色はこう全体に塗っちゃうと結構ちょっとけばいような感じがするかな。私のね、口の形とか顔面の問題もあるんですけどね、ほんと。人それぞれだと思うんですけど、ちょっときつい印象になっちゃうかなって思うので、グラデーションリップとかの方が可愛いのかなっていうふうには思います。で、この商品自体は本当にすごく良くて、マットリップでここまで乾燥してこないリップ知らんってぐらい全然乾燥してこないし、全然縦じわとかが気にならなくて、すごくしっかり唇に密着してくれてる感じがして、ここは本当にポイントが高いなっていう風に私は思いました。で、今レビューしててすごく思ったのが、本当に落ちにくくて、一番最初にこの手に塗ったやつも、今これクレンジングシートでさっと拭き取りますけど、やっぱりかなり一拭きじゃ落ちないんですよね。なんか結構しっかりこすって、なんならやっぱりアイメイクリムーバーとかを使わないと、一番薄い色は結構こすれば落ちるんですけど、この辺の濃い色は本当に落ちにくいっていうような感じがします。ということで、私ちょっと最後一つやってみたいんですけど、グラデーションリップにちょっとしてみてもいいですかね。
らやっぱりグラデーションにしたらめっちゃ可愛い。だから私のおすすめの使い方はこう内側にだけ塗ってグラデーションで仕上げることかな。で、こう発色もすごくいいし、マットとして使っても、ちょっと今マジョマジョのリップを上からさっと塗ったんですけど、こうやって透明のリップを上から重ねても普通に可愛い。マットだけどこう上から普通にツヤ感を出せば普通の口紅としての役割もしてくれるので、すごくいい。今日はですね、こちらの4色を紹介したんですけど、他にもあと3色オレンジっぽいカラーがたくさんあったので、オレンジが好きな方とかはぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、というわけで今日はですね、こちらのランコムのマットシェイカーの4色レビューしてきました。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。